はい、それではですね、今回は、キングダムハーツバースバイスリープファイナルミックスやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは早速、いきましょう。ロードアクア編、前回は、ロネベル森の美女ということで、王子と一緒にですね、マレフィセントドラゴンを、倒して終わっております。さあ、では次の、世界にね、向かっていきましょう。さて、本日はここの3つクリアして、こっちか、レイディアントガーデンに向かう感じですかね。こっちは多分何にもまだイベントもなしなので、では行きましょう。レイディアントガーデン。なんかそれ聞いたことのある BGM ですね。ということは、もしかしてあそこの世界の、まあ、古い時代とかな。すみません、アイス屋。ちょっと聞きたいことがあるんですが。アイス屋のじいちゃん。ほう、礼儀正しい嬢ちゃんじゃな。わしに分かることなら答えよ。この辺で私のような身なりをした男の人を見ませんでしたか？うん、それなら確かに見たな。城の方へ急いでいるようだったぞ。ありがとうございます。さあ、テラなのか、それともベンなのか。ベンじゃない、テラか。テラですね。さあ、テラはマレフィセントに力を貸してしまったのかどうかというところが、前回の、ところでしたけども。さあ、では早速探索していきましょう。こっちは白い章。探索もさせてくれません。では行きますか。白入れないよ、城。入れないよ、城。え？じゃあ、ぐるりと回っていきますか。こうしよう。城へ急ごうと言っても、城へ入れない、入れないんじゃ仕方がない。こっちからか。ここはね、どんなね、こう、まあ、今までも物語がありましたからね。ね、ワンの時からね、バレエ先生がここにいます。で、ツーの時は、ここはね、こんなの拠点になったわけですね、この町は。ね、マーリンとかがいましたけど。OK。あとはそこにいる。まあでも、武器強くなってきてんだよな。集まれー。
無理無理。ファイヤーブレイザーよっやってるな強くなったな OK フィニッシュ敵は多いですね。あ、お前か、お前敵なのか。いいからね。ストライクレイド。ゴールドラッシュ。おー、金がいっぱい。集まれー。ゴールドラッシュ。やばいな。お金がめっちゃ手に入る。地ではない。ではない。ピッピッ。ライキッチ。どうだ。目立って目立てる。ホコリンボ。先生は返すなのね。スイートメモリー。うん、ちょっと間違えたな。ボタン操作はまだないですね。当たってないのかよくわからない。癒しよ癒しよ。どうだ。あ、落ちる落ちた。敵多いんじゃ相変わらず敵多いんじゃ。はい、行くよー。もう一回行くよー。行きます。あれなんだか楽。うん、お前だけ。オッケー。ギル決勝。さあ、やっと城の門のとこまで来ましたね。で、また湧きましたね、みんなね。痛いわ、この草噛みついてくるのはずるいわ、お前ら。グリッ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 。
アップするマジックウィッチ、マジ強い、これは強い、マジックウィッチはマジで強い、燃えろ燃えろ、マジメラのこれだ、OK。 ファイヤーブレイザー発動中ですが、北尾さんで先へ行きましょう。OK。 さあ、ホローバスティオンの城の内部に入ってきました。オールキュアで初のセーブポイント。この時代のホローバスティオンには一体誰がいるのかという感じですね。マグネのレベルアップでドロアビリティを落とせてない。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。クッションコマンド。ジャンプ。ジャンプをハイジャンプに変えましょう。ハイジャンプで、ああでも届かないのか、届かないんだけど、それでもスーパーハイジャンプやるやつはダメだな、これは。さあ、ではホローバスティオンです。後ろの正面、あ、危ない、逃げて、女の子、光を感じる、どことなくカイリに似ているような気がする。このままだと戦えない。ドームキー、さあ今のうちにその子を安全なところに。あなたはなぜキーブレード。それは後にしよう、まずはこの場を何とかしないと。さあ、赤髪の幼女を抱えてアクアは抜きます。そしてミツキが、あ、アクアも戦う。じゃあ行くよ。行くよ。はい。はい。ではミツキと初の共闘です。彼と協力してアンバースを全てやっつけろ。さあ。そんなに強くはない。お前は俺がやろうとしたところ取ったろ、お前。マジックウィッチ、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 マジックウィッチ。オッケー、燃えろ、燃えろ、ゴールドラッシュ、集まれ、集まれ、ロックで倒す。あとは、ああまだ飛んでるのか。は力を合わせよう。はい、ホーリーバースト。当たったの、当たってんの、当たったんじゃない、分かんないけど、とりあえずあと張り手の一手だけ。オッケー。ホーリー、さっきのタイミングのホーリーバーストは果たして意味があったのでしょうか。まあ楽しかったからいいでしょう。助かりました。マスターエラクスの下で修行しているアクアです。僕はミッキー、ミッキー、イエンシット様の弟子で、君と同じく修行中のミサ。この子からは光を感じます。
それで狙われたのでしょうか。うん、僕も同じことを考えてたところなんだ。もしかするとこの子は特別なのかもしれないね。そう、はい、あなたもまた特別な、私たちは光を守るのが使命です。一緒に頑張ろう。あ、ちょっと待って、僕は大丈夫。またどこかで行っちゃった。はい、これを私に。このお花を摘んでたの。お姉ちゃん、ありがとう。かわいいお花ね。ありがとう。私はカイリ。お姉ちゃんは？やっぱり私はアクア。カイリ、さっきの光は。カイリ。あ、おばあちゃん。あ、カイリ、ちょっと待って。カイリを守る魔法をかけたからね。いつかあなたを闇から守ってくれる光のもとへ、あなたの光が導いてくれる。お花のお返しよ。ありがとう。おいで。さあ、さあ、それが空と陸のことなのかな。さあ、幼少期のカイリーにも会えました。なんだい、あのお話して。またかい。お願い。あ、いいよ。昔々、世界中の人々は温かい光に照らされて平和に暮らしていた。みんな光が大好きだったんだよ。ところがみんなが光を欲しがって、やがて争いが始まった。するとみんなの心に闇が生まれたんだ。闇はどんどん広がって、たくさんの心と光を飲み込んだのさ。世界は闇に覆われて消えてしまったんだけれど、小さな光のかけらが残っていたのさ、子供たちの心の中にね。子供たちは光のかけらの力で消えてしまった世界を作り直したんだ。それが私たちの世界なんだよ。でも本当の光はまだ闇の奥で眠っていてね。だから世界は一つにつながることができずに、いくつもの小さな世界に分かれてしまった。だけどいつの日かきっと闇の奥に続く扉が開いて光が帰ってくるはずさ。いいかい、もし闇に飲み込まれても、闇の奥には必ず光があってお前を助けてくれるんだ。だから闇に負けてはいけないよ。闇の奥の光を信じていれば、お前の心が闇を照らす光になって。あれ結構長い時間歩いてると思うんだけど、そんなに進んでないな。やっと階段降り始めたかったんじゃねえ。カイリ、あの子に会うことは偶然じゃなかったのかもしれない。アンバース、まだいたか。ミッキーとディメンションリンクできるようになりました。ディスティニープレイス、クリティカル攻撃発生しやすいキーブレード。強いじゃん。三だ、三できます。じゃあ、
さでは広見いると、思われる寺を探しに行きましょう。開かない。じゃあここではないのか。では一度セーブ。さあホローバスティオンには、小さい頃ね、幼少期のカイリが、住んでいたということですね。では戻りますか。さあ残ったアンバース。あそこの扉が開いてる。で、枠だ。よいしょ。ゴールドラッシュ。確かにダメージは上がってる気がする。足から先に倒さないと頭を倒せないぞ。オッケー。てら、ベン、パーカー、今だ。コイツは少なく、見えてない。燃えろ。大丈夫。今、アクアは上に行くから、大丈夫。うん、ファイヤーブイ、ファイヤーブイ。ファイヤーブイッツ何か大きな大事だけども、これを完全に見ます。ファイヤーブレイザー緊張です。回復します。まあ大したねやな。マジックビーム。痛い回復します。これは腕なのか足なのか何なのかよく分かりませんが、とりあえずダメージが与えていく。ベラとベラじゃないベラとベンチス、まあどうかな、ベラとベンチスは一体何をやっているのかよく分かりません。まあ確実にダメージが与えている。マジックビッチは これは強いわ。最後マジックビッチ入るときで、これ痛い。今全段あれね、マジックビッチ分全部返されましたね。マジックビッチ分今全部返されました。もう一回右腕から赤です。これだと黄色い、いや赤とか黄色とかオレンジの花とか
鼻が見えますよね。かわいい。ラビーが出てる。そうですね。順調にやってますね。回復して回復して燃えろ。ダメ、集まれ。よし、こうじゃん。とどめだ。よし、マジックリーチが強いんだよ。ダメ、よし。まあ、よかったな、これ。ビリンと変えます。ここじゃ当たらない。こうじゃない。ああ、これだな、これだな、これが全然かわせないな。ポーションの消費が激しいですね。いや、あとちょっとなんだけどな。なかなかうまくいかんねんで。うわ、オールドラッシュ。オールドラッシュ。やっ てかゴリ押しすぎてるか、いつも通り。でもこのゲームゴリ押しなんだよな。キングダムハーツとキューブ。あんまりこう頭を使って戦ったのはあのあれだけですね。あのカードバトルで、あの王者としてリストンオブメモリーズだけ。あのってやつのカードバトルだったんで。頭を使って、どの順番で倒せばいいのかとか。まあ、やなかった、ポーション。ポーションなくね？コンティニューでいけるのか。コンティニューでいくと、ポーションが復活する。そしたらね、マグネがアポリトに効かないからね、やつなの。そしたらじゃあ、ハイポーションとオールキュア。あのね、ハイポーション、じゃあハイポーションに変えておいて、マグネラ。
どれがいいかな。ケアル、ケアルにするか。ポーションじゃなくてケアル。わあ、何このデス、デトネスクウェア、デトネスクウェア。これでしょ。爆破しようぜ。で、ケアル使えば、体力も回復ができる。最強。で、で、今、あれが使いたい。回復。回復は、ここでは使えない。大丈夫か。レッツゴー。やりましょう。ペラ、ベン、アートは3人で燃えろ燃えろ。何も意味ないのか、そっか。本当に死にます、死にます。やっぱり死にます。リトライ。マグネラもいらなかったな。てか、マグネラ買えなかったっけ、デス、デストラなんだよね。それは若干別のやつか。やったね、アキラ。マグネラはいいね。いや、すごい弾かれる。いや、マグネラで、マグネラで、そうだね。一回癒やしをできるんで、そうやったらマグネラで。これ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 今これ今これ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 が強い。もう6人いる。ちょっと待ってね。ちょっとキャル、キャル間に合わない。キャル間に合わない。キャルの回復量が間に合ってない。ねそうすると、一回まずこいつらを倒すところから始まって、おとなしく3つ。こいつらね、こいつ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 らが何やったら何やったら。何やったら、厄介、厄介で、集まれー。で、リンクで、リンクで塗っただけして、ゼログラビティを手に入れまして、よし。で、マグネラ。マグネラはパス。ヒアルとポーション、ポイント抜きじゃなかったからできてやる。これでいいんでしょ、これで。ね。アブソリュートゼロ。なんかね、ゴートラッシュがいったと。
じゃあ行きましょう。さあ行くぞー。これで久々にこうね強敵が現れました。多分これテラの時もベンの時も多分出てくるんだろうなっていうような予想でございますけども、ゴールドラッシュこれを作っていく。さあじゃあやあワッシュフーこれを使ってもいいよ。さすがの社長残り3本と、さあ形態が変わりました。残り0.1本です。こっち向かって、いけ。まあじゃあポーズにしか出てないんですね。オーダーを使います。どうだ、置いていく。燃えろ、いや、ダメだダメだダメだ、いやっしょ。返して返して、避けらんない。これ避けらんないな。これこれ全然避けらんない。さっきのくるくる回るやつ間違えたよ。先にこっちだな。こっちちょっと移動してこいつらを先に倒すのがセオリーですね。ここのセオリー、ここのセオリーですか。ここでこいつを先に倒しておいてからの、からのこっち、集めて、ブリーダーを打ちます。キャール打ちます。デスタミナ打ちます。でファイヤーな。でファイヤーでこれでポーションでいいしかないよな、すること。これでいこう。でこれ順番に使っていけば多分いい感じで攻撃と回復ができるはずっていう作戦です。ではムービーはスキップして、さあ行きましょう。そろそろ倒したい。そんなにゴリゴリ攻めなくてもいいのかもしれないけど、結構体力たってんだよな全体的に。与えられるところはガンガン与えていかないと。キャール使っておく。こっちから
歩くる歩くる歩くる、これでこれでゴリゴリ削っていきたいですね。ファイヤー、あと足が少し、それぐらいなんだな、タイムかな、別に弱点だな。はい、これでよける、よけるきつ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 。こいつ足がすぐ、足がもうちょっとだから足を踏みやる。オッケー、足いった。よし、こいつに、ちょっと向こうに行く。いや、ちょっとこっちは踏みから羽を結び取る。あと1ゲージ1本ちょっと羽を結び取る。燃えろ。もうなんか謎の電撃ビビビビで撃ってるけど、電撃ビビビビって全然人間当たんない。鳥の死がない。なるほどね、なるほどね。この間に入ったら終わりですね。こうやって間に入らないようにして、こっちがあと2本ぐらいの。これがもうあと50本だから、この辺でこの2回回復しておく、穴を置いておく。ファイヤーで、これベイブレード来るから合わせておく。はい、スプーン。ビードルブレード当たんない、ビードルブレードが当たんない。さあ、オッケー、あとラスト、これだけ、これだけ、これはカース。一回引いて流し系の打ってるけど、うーん、もうちょっと無視してる。これだ、ゴールドラッシュ、ファイヤー。ちょっと高い位置なのかな、下入れば当たんねえな。あとゲージ1本ぐらいでブリッジが入ります。ファイヤーブレイドだよね。いやいや、ゲージ1本、ラスト1本。ファイヤーブレイザーで、これでオッケー。ふぅ、決まりました。ちゃんと回避しようね。3人1体、 X 蹴り。決まったな。まあ3人だから米なんだよね。米十字と斜め、みんな一緒だからね。当たり前だよ。そうだ、チケットをもらったんだ。それは？ディズニータウンの永久入場パス。面白いとこなんだって。保護者と行きなさいってもらったんだ。保護者？保護者ね、二人がねそれよりもベン、こんなところまで来て。大丈夫だよ。俺、テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ。仮面の少年に会ったのか。うん、バニタス。バニタス。ベン、やはりお前はアクアと帰るんだ。嫌だ、俺はテラとアクアと一緒に行く。ダメだ、俺たちにはやらなければならないことがある。それは危険が伴うことだ。テラのやらなければならないことって何？なんだかマスターの任務じゃないみたい。道は違うが闇を消すことに変わりはない。そうかな。テラが他の世界でしてきたことを見て思ったの。闇に近づきすぎているんじゃないかって。何言ってんだよアクア。テラが闇に落ちるはず。俺のことを監視していたのか。それがお前へのマスターの命令か。それは、そんな。そうか、
テラ、来なくていい。俺たちは別々の道を行くんだ。テラ、違うの。マスターの真意はあなたへの疑心じゃない。あなたのことが心配で。ひどいよアクア。マスターの命令なのは本当よ。でもそれはマスターの愛情からなの。俺を連れて帰るのもマスターの命令？アクア、キーブレードマスターになって変わったんだな。俺、テラを探してくる。ディズニータウン招待券もらいました。永久入場パスです。最強じゃんこれ。俺も欲しいよ。さあということで、テラ、ベン、アクア3人集結しましたが、どうやら過去の任務に関してね、まさかの命令というのはまあそうなんですが、ちょっとねそれによってこの2人で、不信感を、与えてしまったということで、ちょっと3人がバラバラになりつつあります。だがディズニータウンの入場券を3人とも持っているんで、魔法の国に行けば仲直りなのかな。鳥が飛んでる。まひらだ。はい、それ。燃えろ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 。下に行けと。やっはっ、またちょっと広いところに出てきました。リーダーの剣、当たりが強いんだけどな。当たりが強くて当たんなかったかな。ほら、リーダーとじゃなくてファイヤーとかファンダーとかの方が当たりやすくなったりとか強いのかな。じゃあここはもうあれか、普通のジョージだから変えればいいのか。デッキセットこれ1ね。ちょっとさ、じゃあ2を作ればいいのか、デッキセットの。で、2を作れば、多分、そうだね、2を作って、それが、じゃあ、いつも
のやつとかさ決めとけばいいんですよ。で、まあ平地なんでね。マグネラ、まあ雑魚用だからな。ポイズン。あとはサンダラ、ブリザロ。こんな感じでいいか。街に迷い込んで、あ、マーリン様。やれやれ、面倒な本を預かってしまったわい。分かっておる。心の中の能力を目覚めさせる本は家の中にあるからな。好きに見るといい。まあ見てけってことね。三人目、テラとベンもここへ。まあでしょうね、一本道だもんね。じゃあマーリンの家行きましょう。あー久しぶり。ベッドの横の机、あとはこれか、宝箱勝手にいただきます。ウェリーザップ。百栄華の森のコマンドボートで遊べるようになりました。そういうことか。オッケー。じゃあの。ではセーブポイント。の前に買い物。うわーなんかいっぱい出てる。ファイヤー、あーファイヤーダッシュ、レックベイド、ポイズンブレード、あーポイズンブレード強そう。はい、なんかいろいろと出てはいる。じゃあポイズンブレード、あとなんだ、ファイヤーダッシュ、完全に流れ。いやゴールドラッシュを取ってから金の巡りがすげえ。とりあえずニューは全部取っとくか。ゼロくらい。とりあえずこんなんでいい？あとはポーションでいいか。はい、ハイポーションで2個。 OK。
じゃあセーブ。オロバスティオンちょっと長めですね。もう一悶着ありそうな感じがしますけど。中央広場に戻ってまいりました。そしてあ、ベンが言っていた仮面の男。お前はベンが言っていた仮面のなんとかにする。ベントスか。どうだ、あいつ少しは強くなったか。どういう意味だ。聞いてるのはこっちだ。それに意味を知ったところでどうにもならない。お前はここで消えるんだからな。え、戦うの？誰ごと。これもマジか。ワニだと、ワニだと倒せ。へい、行け、イカツキよ。行け、イカツキよ。本理由でさっきの回復が入ってるデッキに変えます。かわすい。
かわっていきます。口まで強い。これは強い。打ち崩す。諦めろ。当てつけてる。消えろ。はい、それ。何者だ。なかなかやるな。いいだろう。お前は予備だ。せいぜい強くなるんだな。やつを倒さなければ。テラとベンを巻き込むわけにはいかない。アクア。いや、ベンはもう巻き込まれてるからね。一番最初に多分会ってるはず。ベン。テラには会えた？うん。でも一人で行っちゃった。そう。私も行かないといけない。じゃあ俺も一緒に。それはダメ。ベンは一人で帰るのよ。一緒に行けないの？ベンは危ないことに巻き込みたくないの。分かってね。テラ、ベン、アクア、三人の関係がね、ちょっとギクシャクというか、みんなそれぞれ、目的をね持って単独行動をしようという形でございます。まあ巻き込みたくないっていうのはね、一番の、まあね、みんなそれぞれの多分気持ちだとは思うんですけどもね、ちょっとそれがうまく伝わらず、ちょっとまあギクシャクした関係になってきそうです。では今日はねこの辺で終わりにしたいと思いますので、ここまでご視聴ありがとうございました。よければまた次回も、見に来てください。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。